9ページですね。今まではダイエット丸五丸でほとんどって方程式の解く基本のパターンはっていうか解法の、説明は終わったんですね。いわゆる全て整数だと、係数が整数だったり定数項が整数であったり。で今度はちょっと9ページをご覧になっていただきたいんですけど、この小数が出てくるんですよ。で当然小数が出れば当然分数も出てくるんですけども、まず小数からですね。で1.2 0.7 0.4 x+2.3 だ。でここはあまり深く説明する。これね、なぜ難しいかっていうと、この小数点があるから気持ち悪いでしょ。で天秤でやったように、ほら同じものをかけたりね、割ったりね、例えばほらさっきやったじゃないですか、こうやってさ、あ四角だ、まあいいやつでもね、こうやってさ、これをさ同じ釣り合ってりゃ半分にしても絶対にこのバランスは崩れないわけじゃないですか。逆にこれを2倍しても絶対にバランス崩れるでしょっていう発想でいけば、じゃあ当然10倍したって100倍したって両辺同じ数をかけてあげればバランスは崩れないんだ。じゃあそういう発想からするとですよ、今この小数点がもしなくなれば整数、全て整数で考えられるでしょという発想で、小数点がある場合、いや小数点、小数のこういう方程式の場合は、あの両辺に10倍もしくは100倍同じ数をかけて小数点を消して整数だけの方程式として考えておこうっていうのがここでのポイントなんですね。で一応ですね、9ページのこの枠の中見てください。この小数点を消した場合と小数点を消さない場合の計算を2通り示してあります。で小数点の右側の小数のままで計算したら面倒くさいので、これを皆さんご覧になっていただきたいんですけども、これね、先ほど小数、これ第1位でしょ、第1位だから両辺10倍すれば小数点消えるでしょ。だからこういう時に、まあ、すごい丁寧に書くと、あの今後の次の分数のところでも言うんですけども、一応ね両辺10倍するっていう意味で括弧をつけてね、まあこれを括弧つけてませんけども、説明するために括弧をつけて、皆さんは括弧つけ、ここでは括弧つけなくていいんですけど、両辺を10倍するとね、両辺を10倍どっちからかけてもいいですよね、10倍って。そうすればこの天秤バランスが崩れないですね、崩れないです。これね、これ釣り合ってるんですよ、これよろしいでしょうかね。でこの発想でいきましょう。小数点を消すために両辺何倍すればいいか、ね、そうするとこれ分配ですから 12x+7=4x+23。 ほら一緒に今までやったのと全く同じですよね。で文字は左辺ね、で数字は右辺だから、はい、12x-4x は23-7で、必ずやった時に必ずねこうやってチェック入れておくんですよ。あ、ここ変わってるなと必ずチェック入れておいてください、ね、で 8x=16 かですよね、なんていうかイコールにしちゃいますね。で x=10 暗算でもいいんですけど、一応丁寧にね、1/8だから2になる。だから小数があったらば、皆さんもしね、だから質問、1の両辺における小数の引き算は楽勝でしたって書いてありますよね。丸の小数の割り算は一瞬悩みませんでしたかと。いや、でね、この時期の子って意外と反抗期の子がいて、俺これで十分だってやつって子もいるので、まあそういう人はこれでやって構いません。ただやっていくうちに、このやはり小数点をいわゆる天秤の発想でね、両辺に同じ数かけてもこの両辺の関係バランスは崩れないので、どうせなら小数点出してやって計算した方が楽だろうということですね。よろしいでしょうかね。じゃあこれも問6の奇数番号だけ
私が解きます。で皆さん偶数番号ですね。でしつこいようですけども、いちいち見てると面倒くさい人はもうこの時点で止めちゃっていいですかね。問い6答え合わせやってみてください。で、あの回答もねできるだけ丁寧に書いてありますので、あの回答の別冊を見るだけでも十分勉強になりますからね。じゃあ問い6いきます。問い6、括弧1。0.2x プラス 0.4 イコール 1.2。ね、これ全部小数第1位までですね。で両辺10倍しちゃいます。だからもうさっき言ったようにも括弧つけないで結構です、この場合は。から全部を10倍するんだよって発想ね。だから 2x プラス4イコール12。はい、定数項、文字だけや、文字や左辺、数十辺ですね。で移行し、4移行しますよ。だから、符号逆転します。で、8。ね、左辺変わらないときは書かないで大丈夫です。基本的に大丈夫です。よろしいですか。で、今度は12個、x が12個で8なんだから、逆数を書きますよね。12分の1になりますよね。0.2、0.4。あ、これがおかしいな。なんでこれが12になって。失礼いたしました。ね、で、x が2ですね。だから4になると。失礼いたしました。ですね。よろしいでしょうか。ね、小数、全部両辺10倍するんですね。よろしいですかね。ね、これ、まあ、一番ここにね、これ、x ってこれ、これでしょ、これ。うるさいでしょ、ね、だからここは書かないで大丈夫です。よろしいですかね。よし、じゃあ次行きましょう。カッコ3、うん、半分にしよう。カッコ3 1.2x マイナス 1.8 1プラス 0.4x ですね。はい、これも小数第1ですね。あ、でね、ここで注意はいいですか。ついね、この1は整数だからこれを10倍し忘れちゃう人時々います。関係ないんですよ。両辺全体を全て10倍しないとバランス崩れちゃうからね。いいですか。だから 12x マイナス18イコール10ですよ。10ね、10プラス、この線ちょっとやばいか、10いいですか。10倍するんですよ。プラス 4x ですね。で、はい、こうした文字は左辺、数字は右辺でしたね。12x マイナス 4x イコール10×18 と。で、8x イコール28だと。よろしいですかね、ここまではね。で、だから逆数ですね。28×8 分の1。4で約分できますね。4×7=28、だから2分の7。分数になっても怖がらないでいいんですよ。ですが常に整数になるとは限りません。よろしいでしょうか。書けるかな。いや、よろしいですかね。ですね。よいしょ。よいしょ。次5番。これもそうですね。これもカッコ3と同じですね。あの 0.2、 あ、カッコ3とはちょっと違ったですか。 0.06x マイナス 1.0。 はい、これは左辺は10倍、右辺は100倍しないと小数で消えないですよね。そしたらもう当然こっちを使わなきゃダメです。こっちだけ10倍、こっちだけ100倍なんてやっちゃダメですよ。小数点を消すのが目的ではなくて、両辺同じ数をかけることによって小数点が消える、そういうのが目的なんです。同じ数をかけなきゃいけないんですからね。だから当然100倍しないとこっち余っても関係ないですね。いいですか。それ100倍しなきゃいけない。そうすると100倍するからこれ20ですよ。よろしいですか。プラスこれが10になる。で、こっちが 6x で、こっちが102になりますね。よろしいですか。で、これを移行しますよ。で、これを移行しますよ。よろしいですか。うん。20x マイナス 6x は、マイナス102、マイナス10になります。で、これが 14x が、マイナス112ですね。
嫌ですね。でまあこれやればいいですね。で私やるときこれさ、こう2でちょっと持っといてね。こういうとき別にこういうときって変に割り算しなくても順番にやっていけばいいんです。偶数同士でしょ。だちょっと2で割って数小さくしとこうと。2、7、14、これ2で割れば56でしょ。明日はこれ7、8、56だから、じゃあこの時点でやればいいだろう。こういうふうにやればいいんですね。常にもうここでね、112÷14 をやろうとかせずに、割り算の基本はなるべく小さい数にして割り算した方が絶対楽なのでね、よろしいですか。だからこういう段階踏んでも全然問題ありませんので、だから x=7÷56 ですよね。だから8になるというふうに解いていけばよろしいですね。いかがでしょうかね。ここね、ここ、こうやってやっていって構わないんですからね、よろしいですかね。じゃあ残りの偶数番号は皆さん自分でなさってみてください。これで一応小数の関係の方程式は終わりにしたいと思います。